ヒラノ仕様、新たな挑戦の舞台はゴシュラム。その背後に潜む魅力と社会的影響。こんにちは、皆さん。スコープ芸能からの最新情報です。皆様もご存知の通り、ヒラノ仕様くんの CM は常に驚きと興奮を呼び起こします。最近ではサントーリーや DHU の CM が注目され、そのインパクトは購買意欲や興味をかきたてること必至です。企業からの熱いリクエストが絶えないのもうなずけますね。 今回は、平野く君が新たな CM 出演の噂が浮上しているゴシュラムに焦点を当て、その背後にある魅力や社会的影響について考えてみたいと思います。まず、2月10日に放送が開始されたサントリースイの新テレビ CM。平野君が2バイトに所属して初の CM 出演を果たし、東京ゼさんの角田昭弘さんとの共演が話題となりました。30秒の CM では、 居酒屋での軽妙なやりとりが視聴者を引き込みました。同日にはデジタルハリウッド大学の CM も発表され、後輩の相談に乗る先輩役として登場。夢を追う苦労や喜びを伝え、自らの経験からの励ましの言葉が印象的でした。これらの CM を通じて、平野くんが新たな道を歩み始めた姿が感じられました。新しい CM が注目を浴びる中、平野くんのインスタグラムでも動きがありました。 ウォシュラムの公式アカウントが平野くんをフォローし、これがきっかけでウォシュラムの CM 出演が噂されています。一時は公式なコメントはありませんでしたが、これによりウォシュラムの CM 復活が期待されています。彼の求心力と人気は計り知れませんが、これが果たして実現するのでしょうか。平野くんの CM 出演量は話題になっていますが、その額はなんと約6000万円。これには一部のファンも驚きを隠せません。しかし、 それだけの価値があるとされるのは、平野くんの魅力が詰まっているからこそ、彼のインスタグラムのフォロワー数や、若い女性たちからの支持が強いことも事実です。そして、今年1月には、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約を結び、イブ・サンローランの初のアジアアンバサダーにも就任。これにより、関連商品の売れ行きが飛躍的に増加しています。CM 争奪戦が激化している中、平野くんがなぜこれほどまでに求められているのか。もちろん、 彼の整った様子やダンスの腕前が大きな要因ですが、何よりも彼の真摯で前向きな姿勢が魅力的です。CM 内で語られる言葉はセリフではありますが、その説得力や共感を呼ぶ力は彼の実体験から来るもの。ファンからすると、彼の言葉には自分の夢を追い求める力強さが感じられることでしょう。エンターテイメント業界では。 平野君くんの求心力がますます高まっており、クライアントたちが熱心に彼を引き入れようとしている様子が垣間見えます。特に、保険会社や自動車メーカー、不動産関連のクライアントたちが、彼の人気と才能に注目していると言われています。彼が関わるプロジェクトが動き出したことで、今後の活躍にも期待が高まっています。平野君くんの魅力は、その端正な容姿だけでなく、ダンスの腕前や真摯な姿勢にもあります。 将来性を憧れる20代男性俳優グループでは、見事3位を獲得しており、男女問わず広く支持を受けていることがわかります。最後に、平野くんのこれからの活動がますます、注目を集めることは間違いありません。ボシュラムの CM 復活や、新曲、ゴートの CD リリースを控え、その勢いは加速するばかり、彼の新たな挑戦に期待し、これからも彼の輝きを見守りたいと思います。どんな未知の道を歩むにせよ。 平野紫しくんの輝きは止まることなく、私たちに新たな感動をもたらしてくれることでしょう。